の動きまず見ていただいて、腕を横に伸ばしたら左の足を横に一緒に開くんですね。で腕も足も前に、でその腕も足も下へ戻していく。3拍子のリズムで今度は反対、前戻す。3拍子のリズムで一緒にやってみましょう。まずは横から3、はい、1、2、3、ゆっくりやります。反対、はい、1、2、3、もう一回1、2、3、ちょっと早くします。はい、1、2、3、1、すぐに動きますか。横前下、横前、もう一回横前下、横前下、これはスムーズにできないと困りますよ。はい、ストップ。じゃあこの腕、先に腕を動かした横ね、まだ足手をつけ、腕を前に伸ばしたら左足を横へ、腕を下ろしてきたら足が前、腕が上がったら足が戻る。はい、反対の足、1、2、3、1、2、腕と足一緒になってないですか。自分の体ですから自分で確認してくださいよ。なんか変な動きになってますじゃあちょっと早く、1、2、3、1、2、3、スムーズにできてますかなんか転びそうになってませんですか。足と腕がスムーズに動いてませんけど。はい、もう大半の方は言わなくなっちゃいましたね。もうだんだん疲れてきちゃいました。じゃあちょっともう一回足を叩いて、さあ、じゃあね、この後体操していくんですけど、子供たちにちょっと問題出そうかな。ラジオ体操の第一って一番最初の運動って何の運動だか知ってますか。その運動は何ていう運動か、お名前聞いてもらう。お母さん、お母さん知らないってさあ、一番最初の運動何ですかね。何の運動か知ってますか。皆さん、深呼吸じゃないんですよ。深呼吸だと思ってました。深呼吸ではないんですね。これね、運動にはね、全部名前がついてるんですね。で、一番最初の運動は背伸び、伸びの運動なんです。で、一番最後が深呼吸の運動なんですけど、その一番の背伸びの運動から一番最後の深呼吸まで、果たしていくつ運動があるか皆さん考えたことありますか。何個ありますかね、ラジオ体操第一の運動。あまり考えたことないですか。体を横に曲げたり、ねじったり、飛んだり跳ねたりしますね。全部でいくつあるかというのがね、13個あるんですよ。知らなかったですかね、13個ね。じゃあ今度、時間はどれくらいだと思う。背伸びの運動から深呼吸まで、ラジオ体操題して何分くらいだ。5分、他は3分、6分、細かいの見ますね。3分ね、10秒なんです、およそ。で、その3分10秒の中、13の運動で、人間の体って上半身もあれば下半身も当然あって、表側、裏側、左側、右側とあるんですね。普段の生活で全身バランスよく動かしていると思いきや、今生活が便利になってきているので使ってない箇所あるんですよ。ちょっとじゃあ皆さん考えていただきたいのは、朝目覚めてから夜お休みいただくまで、皆さんそれぞれ活動の状況は違うんですけど、筋肉って伸び縮みにしますね。その筋肉、普段の生活では意外と縮めることの方が多いんですよ。で、伸ばす機会が少ないんですが、その少ない中でご自分の体の筋肉で、ああ、じゃあ私はここの筋肉あまり伸ばしてないなって思うところ、ちょっとご自身で触ってみてください。どこか、お、もう正解がパッと出た人もいます。あ、割と皆さんしてますね。そう、実はね、体の横なんですよ、側面。ただここはね、意外と動いてるんですよ。このね、胸の横、ここの筋肉伸ばすためには、そうですね、体を横に曲げると筋肉が伸びるわけですね。でも考えてみてください。朝起きてから夜寝るまで、今のこのような動きしながら何か動作しますかね。しないでしょ。子供たち学校の時間を揃えるので、ほら、明日算数と国語とってやらないよね。やらないでしょ。ちょっとあんまり変な目で見ないとね大人の人もね、お母さんはね、お洗濯物を干すときこうやって干さないでしょ。パンパンってやってこうやって干さないですよね。お父さんだって冷蔵庫開けてビール取るときにわざわざこうやって取らないし、普段の生活ではね、他あんまり動かしてないんです。
だから体操の中でしっかりと横に曲げてここを伸ばしましょうという考えられる。で、ここは代表的な例で、もしかしたらお尻の筋肉使ってない人もいるかもわからないし、足、肩、胸、いろいろありますね、部位が使ってない箇所がもっとあるかもしれない。でもラジオ体操は13の運動、3分の運動で全部使うようになってるんです。じゃあね、ちょっとワンポイントで13の運動が全部時間的に紹介できないんですけど、その一番最初の背伸びの運動、これすごく大事な運動なんですよ。正解はこの綺麗なお姉さんたち体操ちょっと分かっちゃうので、ちょっと意地悪をして我々体操を最初しません。ちょっとピアノのナナさんにピアノを弾いてもらいますから、皆さんがいつもやってる背伸びの運動ちょっと見せていただきたいと思います。じゃあちょっと前奏からお願いできますかね。さあ背伸びの運動やってみますよ。さあ腕を前から上に、はい、さあもう一回、5、6、7。なるほど、意外とスムーズでしたね。で、ちょっと正しい動作を見て、子供たちはね、みんながやった体操とどこが違うかちょっと間違い探ししてもらおうかな。いきますよ、3、はい、1、2、3、4。さあどこが違いますかね。あ、正解、こうね、お姉さん軽くグー作ってましたね。ちょっと皆さんも軽くちょっとね、グーを作ってみて。力強いグーじゃダメなんですね。なぜかというと、軽く握るとね、力まないんですよ。ちょっと皆さん先ほどの体操を見ると、割とピシッと伸びてる。そうするとね、緊張すると筋肉は硬くなる。硬くなると筋肉は縮む性質がありますから、なるべく力んでほしくないんですね。で、非常に良かった部分では、あまり意識的にこうした後こうする人はあまりいなかったです。でも私小さい頃、小学生の頃、学校の先生にはこうやって実は習ったんです。で、足も叩きなさいって言われました。ピッ、止めてとか言われたんですけど、こんな力入れてねじったら関節かなり負担がかかりますし、横で止めたら筋肉硬くなるし、叩いたら痛くなるしっていうね、全然間違ってました。で、これは背伸びの運動なので、いかに背筋を気持ちよく伸ばしてあげるかが大事なんですね。で、コツとしてはもう一つあって、軽く握った手、腕を前からなるべく遠くを通して、もうこれ以上上には伸びませんよというところまで引っ張ります。で、足はね、かかとを上げずに地面をむしろ穴が開くぐらい押すんです。互いに腕と足で上下に引っ張り合うとすごい伸びが上がりますか。はい、下ろしていただいていいですよ。それを意識的にやると、年齢とともに頭が一番重いので、だん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 筋力が衰えると背中丸くなってきますね。身長も縮みますよ。そういった部分でもしっかりと伸ばしてあげることが大事。じゃあ綺麗なお姉さんの体操に合わせて、ピアノの音もよく聞いて、背伸びの運動、正しい動作で一緒にやってみましょう。3、はい、1、2、3。息を吸って、はい、そう、今素晴らしかったですよ。多分写真撮っていただいて気づいたと思うんですけど、全然さっきやった運動と全然違いますね。で、ご自身の気持ちも体の筋肉の伸び具合も随分違ったと思います。これをちょっと意識的にやってもらうといいですね。さあ2番目はね、ちょっとかかとに注目してもらいたいんですけど、後ろ方見えにくいんですけどね、ちょっとまず足下の動き見てください。3、はい、かかとの上げ下ろしをすることでね、ふくらはぎの筋肉を刺激するんですけど、地面につくのほんの一瞬なんです。ほんの一瞬、これ皆さん気づいてました？で、じゃあちょっと皆さんバランス取りやすいのは両手腰の横で、かかととかかとかかとくっつけて、つま先開いてですね。で、そのままつま先立ちでキュッと止まりましょう。こんなんだったらダメですよ。キュッと、そう、その時にね、お尻にキュッと力入れてください。じゃあそのまま足先外向いてますね。その方向に軽く膝を曲げる。これでかかと浮いてるんですよ。で、もう一回伸ばした後ちょっと浮いてます。地面についたらすぐ曲げて伸ばして、曲げて伸ばして、曲げて伸ばして、もう一回曲げて、はい、でしょ、きついでしょ。ラジオ体操ってね、それはいい加減にやろうと思えばいくらでもできるんですけど、今みたいにちょっと意識するだけで全然変わります。で、この